モンテスパン公爵夫人、フランソワー,ーズアテナイス・ドゥ・モルトゥマールは、フランス王類十四世の長期、公めかけ。モンテスパン夫人とも呼ばれる。1641年、名門貴族、モルトゥマール公爵、ガブリエル・ド・ロシュシュアールの娘として生まれ、1660年に、王妃マリー・テレーズの次女となる。1663年に、 モンテスパン公爵ルイアンディ・ドゥ・パルダイアンド・ゴンドランと結婚、同年にマリー・クリスティーヌを1664年にルイ・アントワーヌを生んだ。1666年、ルイ14世の母校アンヌ・ドートリッシュの追悼を見で、フランソワーズはルイ14世と知り合った。当時、夫のモンテスパン公爵は遠隔地のルーシオンに駐屯していた。 野心家のフランソワーズは、なんとか国王の長期になりたいと、以前から機会を伺っていたのであった。この年、彼女は王の長期になった。ルイ14世は、金髪に青い瞳の豊満な美女で、快活で才気があり、優れた話術と基地と、辛辣なユーモアを持ったフランソワーズに急速に、惹かれていった。しかし、依然として王は、フランソワーズより先に長期となったルイーズド、 ラバリエールを深く愛していた。気象が激しく、権力欲が強いフランソワーズは、国王第一の長期にふさわしいのは自分だと思い、ルイーズに強い競争意識を抱いた。1667年のネーデルランと継承戦争の戦地に国王と同行する次女のリストに、ルイーズの名前がなく、自分の名前を見た彼女は、勝利を確信した。フランソワーズは、ルイ14世、 第一の長期となった。1669年に突然何の前触れもなく、フランソワーズの夫モンテスパン公爵が妻に会いたい、一心でルーブル宮殿を訪れた。しかし、久しぶりに会った妻がよそよそしく、冷ややかな態度をとったことに、モンテスパン公爵は深く失望し、落胆した。この年の夏に、モリエールの傑作、ジョルジュ・ダンダンの劇が宮廷で上演された。 この劇は別名、やり込められた亭主といい、成り上がりの百姓のジョルジュ・ダンダンが、貴族の娘を妻に迎え、散々彼女の浮気に悩まされるという内容である。当時の風潮を風刺していたため、観客たちは大笑いして楽しんだ。そんな中、他の観客たちよりも、ひときわ劇に見入り、大笑いしていたのが、モンティスパン公爵だった。そんな公爵の様子に、 事情を知っている他の観客たちは失笑を禁じ得なかった。その後、見かねたモンテスパン公爵の友人が王とフランソワーズの関係を彼に知らせた。自分が妻を寝取られた夫として笑い物にされていたことを知った公爵は激怒した。自分の言うことをフランソワーズが聞かないこともあり、怒った公爵は何度も妻を殴り続けた。しかし、 フランソワーズは夫に対して弁解も謝罪もしようとはせず、ただ黙って暴力に耐え、冷笑しながら見つめるだけだった。そんな妻の態度にますますモンテスパン公爵は深く傷つき、さらに妻と王に対する怒りが激しくなっていった。公爵は他の貴族たちのようにはこのような夫婦間の不定を見てみぬふりをしてやり過ごすことができなかった。やがてモンテスパン公爵は 妻の提操に対するもと称し、喪服で宮廷に現れるなど、公然と類14世を非難するようになった。彼は王の怒りを買い、投獄された後にパリを追放され、自分の領地に戻された。さらにこの年のうちに王はパリ高等法院に命令すると、フランソワーズの離婚請求を強引に認めさせてしまった。モンテスパン公爵には、 妻との離婚費用として10万円給の大金が貸しされた。晴れて邪魔な夫と離婚できたフランソワーズは、この年1669年に王の娘、ルイーズ・フランソワーズを生んだ。これ以降、誰はばかることなく、フランソワーズは国王第一の公焼け目掛けとして、宮廷で絶大な権力を振るうようになった。ルイーズ・ドラバリエールを追い落とし、 ルイ14世の長愛を独占することに成功したフランソワーズは1670年にメーヌコールイ・オーギュスト1672年にベクサン・ハクルイ・セザール1673年にルイーズ・フランソワーズ1674年にルイーズ・マリー・アンヌ1677年にフランソワーズ・マリー1678年にトゥールーズ・ハク ルイ・アレクサンドルと実に七人の子供を設けた。フランソワーズはルイ十四世の長愛の深さに増長し、おごり高ぶり、以前から見せていた傍若無人な態度がますます露骨になっていった。伯爵夫人になっていたルイーズ・ドラ・バリエールをも、フランソワーズは自分の召使い同然に扱うようになり、ことあるごとに辛く当たるようになった。さらに、王妃マリー・テレーズのことでさえ、 長い間王に帰り見られぬ、冴えない王妃と、あからさまに軽んじた。誰も恐れるものがないフランソワーズは、宮廷内で、上前と振る舞うようになり、自分の権力を誇示するため、金に止めをつけず豪華な宝石やドレスを注文した。フランソワーズは、他の女性たちと自分は違うのだと思っており、常に自分が一番でないと気が済まなかった。当然、 このようなフランソワーズの目に余る態度は王妃や宮廷の他の多くの人々の怒りを買い、フランソワーズの敵は増えていった。傲慢なフランソワーズが王妃は無知なお人よしと言った時には、さすがに、ルイ十四世も激怒したが、王のフランソワーズへの寵愛は衰えなかった。外国の施設の中には影の薄いマリーテレーズより目立つフランソワーズを王妃だと誤解する者までいた。 1674年にはルイーズがカルメル会修道院に入った。ルイーズが修道院に立つ前に、フランソワーズの館で、ルイーズの送別を記念して、晩餐会が開かれ、すべての宮廷人が招待された。フランソワーズは自分の対面のため、できればルイーズの修道院入りを阻止したいと思っていた。しかしそれも失敗したため、 なんとか自分がルイーズを修道院に追いやったという印象を与えぬため、しきりにルイーズを称賛した。いつまでも続くかのように思われた、フランソワーズの牽制にも、陰りが見え始める。ルイ14世の長愛も衰え始めていったのだった。1678年には、王帝のオルレアン公フィリップ1世の5歳、エリザベート・シャルロットの次女マリー・アンジェリク・ド・フォンタンジュが、王の新たな長期になった。 相次ぐ出産と加齢により、自分でも、容姿の衰えを感じていた。フランソワーズは、若く美しいマリアンジェリクに激しい嫉妬心と、脅威を感じた。この頃のフランソワーズの嫉妬心は病的で、ある日には、理由も告げずに若い女官たちを解雇した。しかも代わりに選ばれたのは、年老いていて醜い女官たちばかりだった。王の寵愛を再び取り戻そうとフランソワーズは、 当時魔女と呼ばれ、黒魔術の他に、打胎や毒薬による毒殺を受け負っていた、ラボアザンという女性のもとを訪れた。フランソワーズは、ラボアザンと共に黒ミサの儀式を行うことにした。黒ミサの儀式で、フランソワーズは祭壇に裸で横たわり、その体に生贄になった胎児の血が注がれた。しかし、この黒ミサの効果はなく、ルイ14世の超愛は戻らなかった。 そんな中、衝撃的な出来事が起こった。1679年にラボアザンやその他360人もの黒ミサ参加者が逮捕される。事態の深刻さを知ったルイ14世は特別審問会を設置し、徹底的に真相の究明をさせた。取り調べが進むにつれ、ラボアザンの顧客で黒ミサや毒殺に関与している有力貴族たちが多数いることを知り、 王は、愕然とした。当時、フランスでは、毒殺が流行しており、パリ警視総監のドーブレでさえ妻によって、毒殺されていた。占い師と看板を掲げてはいるが、実態は、毒薬の販売や打体を制御としている店が、パリには多くあることが、明らかになった。しかも捜査が進むにつれ、ルイ14世の初恋の女性マリーマンシーニの姉で、 王妃の助官長だったソワソン・伯爵シャク夫人、オランプマン・シーニなど、名立ちたる貴夫人たちの中にさえ、ラ・ボアザンの顧客がいたことが判明した。さらに、ボアザンは名前を明かそうとしなかったが、逮捕者の一人のギブール神父の証言により、フランソワーズまでが彼らの顧客だったことが明らかになった。クロミサ事件は、ルイ14世の治世で最大の修文となった。 宮廷の有力者が何人も関与していたため、警察も本格的な捜査はできず、告訴されたのは110人ほどであった。1680年2月20日にボワザンは家計にされた。ギブール神父は終身刑にされた。断罪された他の者も死刑、終身刑、流刑を言い渡された。王は特別審問会を中止した。フランソワーズの破滅は、 自分の王政の破滅でもあると思い、ルイ14世は、フランソワーズの名前が特別審問会で公表されるのを恐れたのだった。結果、147人が処刑を免れた。すべての書類も焼却された。かつてはフランソワーズに溺れきっていた、ルイ14世も、この頃には嫉妬心やヒステリックな性格に、うんざりし始め、嫌気がさしてきていたが、 今回の事件で完全に愛想をつかしてしまった。また、これには1669年に王とフランソワーズの子供の教育係になったスカロンプ人の存在も関係していた。スカロンプ人は、芯が強く信仰心が厚く、控えめで穏やかな女性であった。全く子供には関心を示さない実母のフランソワーズより、スカロンプ人ははるかに海外しく、 愛情細やかに子供たちを養育していた。長男のメイネ公爵が高熱を出した時も、月っきりだったのは、スカロンプ人で、その時フランソワーズは賭博に熱中していた。王は、スカロンプ人に安らぎを覚えるようになっていった。ルイ14世の長愛を失った、フランソワーズの部屋は、王の寝室から離れた部屋に移された。 なおもフランソワーズは宮廷に泊まっていたが、1686年に宮廷を出て、サンジョゼフ修道院に入った。フランソワーズの気が変わらないようにと、王はその後すぐに、フランソワーズの部屋を別の者のに与えた。1691年に、夫のモンテスパン公爵が亡くなり、16年後の1707年5月26日に、不遇のまま66歳で死去した。 モンテスパンコートの間の息子、ルイ・アントワーヌは団体公爵に助せられ、ルイ14世との間の諸子たちは、ブルボン家の分家との縁組が行われたり、ルイ14世による爵位授与でフランス貴族となり、子孫はフランス貴族として続いていった。モンテスパンコートの間に二人の子を設けた。マリー・クリスティーヌルイ・アントワーヌ団単ンン公ルイ14世との間に七人の子を設けた。 ルイーズ・フランソワーズ・ルイ・オーギュスト、メーヌ公・コルイ・セザール・ベクサン博・ハクルイーズ・フランソワーズ・コンデコルイ・サンセイト、結婚ルイーズ・マリー・アンヌ・フランソワーズ・マリー、オルレアン・ゴー・フィリップ・ニセイト、結婚ルイ・アレクサンドル、トゥールーズ・ハク。ありがとうございます。